スイミングスクールの財団法人教徒統水会、スイミングスクールとは、プールや海などで水泳を教える、教室、講座のこと、水泳教室、スイミングクラブとも称する。学校教育の一環で行われるものについては、このような故障を使用することは少なく、より一般的な理解では、競泳用プールにおいて、競泳としての泳法を教え、トレーニングを行う組織、 施設を指し、本校ではこれについて説明する。和製英語であり、英語ではスイミングクラスと表記するのが一般的である。株式会社等の法人組織が多いが、社団法人日本スイミングクラブ協会の資格においては個人運営のものも認められている。スイミングスクール専業のもののほかスポーツクラブフィットネスクラブの大手チェーンもある。 スイミングスクール専用のプールを持つものが多く、スポーツクラブに併設されているプールまたは公営プール等で行われる場合がある。プールの長さは25メートルが標準的であるが50メートルのものを備えていることもある。通年で営業されるスイミングスクールの場合は屋内にあり、水温調整されていることが通常である。付帯設備として、 ジャグジーやサウナを備えている施設も多い。日本における最初期のスイミングスクールは1965年開設の代々木スイミングクラブや山田スイミングクラブである。1970年代頃からガラス張りでサウナなどを備えた近代的なスイミングスクールが増え始めた。若年層が中心であるが近年では水泳の体力増進の効果を期待した青年。 熟年、老人層を対象とするものもある。年齢層や個々の連動に応じてクラス分けがされていることが通常であり、クラスごとにコーチがつき、指導を行う。日本スイミングクラブ協会が認定する全国統一の英力認定を基準として、クラス分け、達成目標などにする場合もある。これらの教育に携わるものについて、法律的な制限はないが、 日本体育協会の認定する資格として、水泳教師、水泳上級教師、日本スイミングクラブ協会が認定する資格として、水泳インストラクター資格がある。この他にも、事故発生時の対応のために、救急法の講習を受けたものなどが望ましい。早いものでは乳幼児を対象としたクラスもあり、小学生を対象とするクラスは、お稽古ごとの代表的なものの一つである。 入幼児、小学生を対象としたクラスでは、水に顔をつけることや水中に潜ること、ビート板などの補助用具を用いて短い距離をバター足で泳ぐなどして水に慣れることを第一段階とする。このような段階においては、水深の浅いプールを使用したり、プール内にすのこ状の台を沈めるなどして不意に水中に溺れることがないような配慮が行われる。その後、クロール、 平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ等の泳法ごとに練習を行い、同時に泳げる距離を伸ばし、タイムを短縮することを目標としていく。中学生、高校生を対象とするクラスは、競泳選手を育成することを重視するものも多く、日本においては、オリンピックメダリストをはじめとした有力選手を数多く輩出する組織となっている。有望選手の場合には、育成費用等は、 スイミングスクール側において負担する場合もある。青年層から老人層を対象とするクラスは、ダイエット等の健康増進や、子供の時に泳げなかったことを克服することや、新しい泳法をマスターするクラスなどがある。泳法以外では、水の抵抗を生かして、運動量を上げ、水中で歩いたり走ったりするアクアウォーキング、エアロビクスの一種であるアクアビクス等の講座が主に、 フィットネスクラブ併設のスイミングスクールに見られる。ありがとうございます。